国鉄ス波43系客車、国鉄ス波43系客車、国鉄ス波43系客車とは、日本国有鉄道、国鉄が1951年から製造した客車の形式群である。本形式は、急行列車等の優等列車運用に供する目的で投入され、その目的から資料によっては急行系車用に分類されることがある。 一方、後年は普通列車にも使用されており、国鉄の現場などでは、一般軽客車、在来軽客車、旧型客車ともと呼ばれ、一般軽車両に分類されることもあるが、本形式は正式な意味で、旧高型や一般型に分類される車両ではない。在来設計の発展型ではあるが、台車構造や車内設備などに多くの新基軸を取り入れ、 従来の客車と比較して居住性を大幅に改善した画期的な客車であった。本校では、統計式と設計の基本を同じくする特急列車で使用することを目的に投入された客車であるスハ44系客車についても記述する。国鉄が定めた正式な系列故障ではなく、軽量客車と称された重軽と従前のおは35。 系との間に位置する同一の設計思想によって制作された客車を総称する趣味的、便宜的な故障である。スハ43型を代表としたスハ43系客車の故障が一般的である。具体的には、三等車のスハ43型、スハ44型、スハ45系、オハ46系、三等関係車のスハフ42系、 スハフ43系、スハフ44型、オハフ45系、3等荷物、合わせ作り車のスハ235系、特別二等車のスロ53型、スロ54型、食堂車のマシ35系、マシ36系、郵便車のスユ41系、スユ42系、スユ43型、及びこれらの改造車が該当する。また、 1 9五十年度に製造された特別に当社のスロ五十一系、寝台車のスロネ三十系、マイネ四十一系、および郵便車のオユ四十型についても、車体構造などに共通点が多いため、同じ系列に含めることが多い。本形式は前述の通り車両上の区分を定めていないものの、優等列車で使用することを目的に投入されたが、実際の運用では、 種別を問わず運用された。登場間もない頃は、優等列車で使用され、急行列車だけでなく、特別急行列車にも使用された。1960年代以降は陳腐化に対処するため、室内灯の蛍光灯化、ドアの取り替え打ち張りの取り替えをよ塗りつぶし、窓のアルミサッシ化扇風機の取り付けなどを行った、近代化改造及び体質改善工事を施行した、1964年、 以降に施行された車両は区別のため、青15号に塗装された車両のみが原則として、休行列車に使用されていた。1980年代初めまで、日本全国で休行列車に広く運用されたほか、休行列車への後継者のゾービアを機きえにつれて、捻出された車両は、次第に普通列車にも運用されるようになっていた。これは、 国鉄時代の客車の導入に対する考え方にも、よるが、重計以前の客車が製造された時代の客車には、特定の列車種別を専用とする車両がほとんどなく、優等列車の性質上、新車の導入は優等列車が優先され、搭乗後しばらくは状態の良い車両を使用し、 後継車両への増備や置き換えなどに連れて捻出した車両は普通列車にも使用する措置をとってたためである。国鉄分割民営化直前まで定期運用され、JR への移行後も少数の車両がイベント列車、観光列車で運用されている。戦前から戦後にかけて製作されたオハ35系の改良版として設計された。交代化車両と称されたオハ60系。 1949年で採用された完全切り妻形車体、連結面に交代角がない車体を引き続いて採用した。これにより客室の有効面積が広がり、わずかではあるが座席間隔も広くなった。製造上もデッキ部分の工数が減ってコストダウンにつながっている。従来の関係車は出入り台と客室の間に車掌室を設けていたが、 本系列では、オハ60系と同様、車掌室を車端部に移した。これは、車掌の広報監視の改善に寄与している。本グループに属する各社の生産時期は、日本の戦後復興が進展してきた時代にあたり、資材の品質や内外装の仕上げも、終戦直後の混乱期と比較して、平時水準の良好なものとなった。 新型台車の TR47 が採用された。これは、5ハ35系のマイナーチェンジ版というべき、スハ42系客車で採用された、ウィングバネ式中高台車である TR40 の設計を基本としつつ、基礎ブレーキ装置を構成する連動テコ類の取り回しと枕バネ部分の設計を変更して、乗り心地の改善を図ったものである。国鉄で、 戦前設計の在来形二軸ボギー客車に多用されていた TR23.34 は軸箱直上に圧縮コイルバネを置く単純な軸バネ式台車であり、バネの変異量を大きく設定することが困難で、かつ極端な化石祭400人程度を想定していたため、枕バネについて課題なバネ、定数が設定されており、乗り心地が悪かった。これに対し、 t r 三十四の後継として、側枠の一体中降下を実施した t r 四十では、基本設計に携わった、クソ金属工業がもは六十三型用として、国鉄に納入した t r 三十七で成功を収めた、ウィングバネ式軸箱支持機構が採用された。枕バネの設計こそ、全世代のものが踏襲されたものの、軸バネの変異量増大と2本のバネへの負荷分散に、 伴う、バネ定数の大幅引き下げ、それに揺れ枕釣りの延長による、陽動周期の長周期化で、乗り心地が大きく改善されることが確認された。本系列が設計された、当時、優等客車は戦前以来の伝統で、バネ定数引き下げのために、車軸数を増やし、三軸ボギー台車とするのが常識とされていた。しかし、冷房装置などの追加に伴い、 床下機器搭載スペースの不足が問題となりつつ、あったことから、TR40 での成果を受けて設計が見直され、本系列以後に新造される、優等客車は、三軸ボギー台車ではなく、通常の二軸ボギー台車を使用することが決定された。この方針に従い、まず食堂車であるマシ35系、ガシ36系用として、 TR40 の設計を基本としつつ干渉ゴムの挿入や枕バネのバネ定数変更などを実施した TR46 が今後の標準台車施策の意味合いも込めて1950年に設計された。さらに、その枕バネに用いる重ね板バネを4列から2列に減らすなど、主として枕バネ周辺の設計を簡素化し、 客車用標準型台車として設計されたのが TR47 である。TR47 は定員オーバージの荷重をより現実的に130人程度と見積もることでバネ、定数の大幅な引き下げを実現しており、これにより TR40 と比較しても大幅な乗り心地の改善が実現した。バネの適切な設定と一体中高性がわ枠による、 高合成によって振動が小さくなり、国鉄の旧型台車の中では、格別に乗り心地の優れた台車の一つとなった。しかし一方で、中高性の台車枠と、軸、箱盛りのため重量がかさむ上、バネした重量が課題で軌道破壊が起きやすく、軌道保守に負担を強いるという欠点があり、そのため後期型では、側枠や軸、箱盛りなどの設計が変更され、 軽量化が試みられている。なお、この TR47 は、その優秀な性能を買われ、本系列群から捻出した他の用途への転用例も多く生じている。それまで、優等客車に比して、アコモデーションが劣るのもやむを得ないとされてきた三等客車の接客設備であるが、4 3系では、この面で、著しい改善が見られた。設備自体の改善に加え、 新しい着装による装備も追加して、旅客サービスの向上が図られている。従来の客車では、車内照明は、天井中央に1列で最小限であったが、4 3系では8 0系湘南電車と同様に2列配置とした。当時は、車載の蛍光灯照明は、技術、コスト的に困難であり、まだ白熱灯照明ではあったが、照明数の倍増で、 従来の客車に比べ車内は大幅に明るくなった。座席は、背ずりの下半分の詰め物を厚くして、腰への当たりを良くするとともに、スプリングも柔らかくされて、座り心地が良くなり、長距離利用者に配慮したものとなった。シートピッチは15ミリメートル拡大され1470ミ、mm、リメートルとされている。また、座席の通路側には、固定式の頭持たせが付けられた。 頭持たせは、特に夜行列車運用時には乗客に好評で、43系の後続形式である10系客車では、窓側にも追加設置された。客室とデッキを仕切る、扉の戸車についても、従来は優等車に限って使用されていた、防音戸車を標準採用し、車単座席の乗客の居住性改善を図っている。便所は、 80軽小難電車同様に便器を埋め込み式として内装にタイルによるシーリングを行い清掃しやすくして清潔性を高めた。また、便所使用中に客室にその旨を知らせる表示灯もこの形式から採用された。客室単壁面に装備されたこの表示灯は当初は赤ランプだったが非常信号と紛らわしく乗客が不安になったことがあったため、 後に大色に変更された。申請当初の初期傾斜では、乗客の利便性を考慮し、角座席下にくずも入れが設けられたが、運用してみると、清掃の手間がかかりすぎるため、後に洗面所に大型のくずも入れを設ける方向に転換した。洗面所もしくはデッキへの大型くずも入れ設置は、以後の長距離用車両の標準装備となっている。 本系列軍が登場した1950年代、市販の清涼飲料水は、王冠で栓をした瓶に入って販売されているのが、普通であり、栓抜きを忘れた乗客が、客車の窓枠や肘掛けに王冠を引っ掛けて、瓶をこじ開けようすることも珍しくなかった。このため、多くが木製内装だった、当時の客車では内装の損傷を招いた。その対策として、 本形式軍の増備途中から小さな金属板をこの事情に折り曲げた固定式線抜きが装備されるようになった。王冠を線抜きの下顎にかけ瓶を手前に引き上げれば線抜きの上顎に王冠の中央が当たっておられ線が抜ける仕掛けである。この単純だが実用的なアイデアが導入されたきっかけは公安者である市政の一市民が既得にも国鉄に 無償で使用権を寄付したことによるもので、当初は通路側肘掛け中央に装備された。後には本系列群も含め多くの国鉄長距離車両の窓側テーブル下に設置された。なお、本系列も後の近代化改造時に窓側に線抜き付きのミニテーブルが取り付けられている。北海道向けとして製造されたもので、客用窓が20窓となっており、 大会構造が強化されている。蓄電池は大型化され、車軸発電機も歯車駆動式が装備されている。乗客にも現場にも好評だったスハ43系だが、赤車重量が40トンのスキューであるため、長大編成を組む際には、機関車に大きな負担となる問題があった。そこで、1955年には各部の軽量化を図り、重量を お急に下げる改良を行った、オハ46系、オハフ45型が製造された。車体構造や内装はスハ43系と同等で、あるが、屋根が後半製となったため、つま面のキャンバス押さえが省略され、雨どいも金属製となり、縦どいが円管状の細いものとなっていることなどが、外観上の特徴である。台車は TR47 であるが、側枠や軸。 箱盛りの素材に工夫を行う等により、軽量型となっている。スハーフ42型は、もともとスハー43型よりも自重が重く、軽量し直しても、お給になるものが存在しなかったため、スハーフ42型から、おハーフ45型に編入された車両はない。急行用として製造された、リクライニングシート付き特別二等車、特路、ロ、後の一等車グリーン車で、 1950年に、近畿車両、帝国車両、新潟鉄工所、日本車両、東急車両、川崎車両、日立製作所で60両が製造された。基本設計は1、100mm ピッチのリクライニングシート付きのスロ50型と共通であるが、後の冷房化を考慮していなかったため、配電盤のスペースを省略し、専務車掌室と荷物保管室を若干狭くして、 定員を52名としている、スロ50型は48名。台車は TR40 の枕バネを2連に変更した TR40 バイトを装着する。スロ5 1号スロ5110スロ5130、スロ5131の8両は新生当初から北海道向け設備を装備していたため、1952年に別形式が付与されて、スロ52系。 スロ521スロ528へ改版され、後になって北海道向け改造を行った11両についても、スロ52系、スロ52 9スロ5218へ改版された。全国の急行列車で使用されたが、1966年と1967年に4両が、スロフ51系2両と、スロフ52系2両へそぞれ改造され、 さらに1968年から1972年の間に2両が荷物車の間に37型30番台、23両が全ロングシートの通勤計客車であるオハ41系350番台、1両が保険車の素や52型へそれぞれ格下げ改造さ、残りの6両も1972年までに廃車となり形式消滅した。 北海道向けとして申請されたスロ51型を開版した特別に当社、ドクロ、後の一等車グリーン車で1952年に8両が開版により登場した。窓配置等の車体配置はスロ51型と同じであるが、客窓の二重窓、運気暖房装置等の北海道向け設備を装備しており、台車は歯車駆動方式の車軸発電機付きの TR4 バイトを 装着する。1952年から1966年にかけて北海道へ転属したスロ5 1系8両についても旭川工場と五両角工場で同様な設備に改造されたため、スロ5 2級スロ5218として編入されている。なお、新しくスロ51から編入された8両は、最初に改造された8両とは、 車軸発電機の取り付け位置が違う。1968年と1969年に14両が、全、ロングシート車のオハ 41K400 番台に、格下げ改造され、1969年に3両が、保健車の素屋52型に改造され、1両が廃車となり形式消滅した。1951年に30両が製造された。 座席間隔が 1160mm に拡大され、現在につながるグリーン車の基本様式を確立した。スロ60系、スロ50系、スロ51系の既存と路3形式における使用実績と乗客、乗務員の意見をもとに設計されたため、当時としては完成度の高い特別二等車とされるが、本形式で新採用したアメリカ流の後半製荷物棚は、 忘れ物のトラブルが多発したため失敗と評価され、以降製造された国鉄の特急、優等座席車の荷物棚は長らく、ステンレスパイプ棚が採用された。1957年から1958年に、かけて、客車の近代化改装工事により川窓のアルミサッシ化と室内灯の蛍光灯化が実施され、1961年から1964年に、 かけて全車が緩急車化され、スロフ53型となった。本形式も冷房化改造を実施されなかったため、ロングシート化されてオハ41系、オハフ41型に、郵便車、荷物車に改造されて、マに37系、スユに61型になったものがあるが、改造されなかったものは1975年までに廃車されて、形式消滅となった。 最後まで在籍したスロ十532025スロ五534は1971年に末東工場で川廊下14畳敷きに簡単な教職スペースを備え川ワ下にかつての三等車を意味する赤帯を巻いたお座敷食堂車に改造され前年秋から運転されていたのと半島観光列車 ふるさと列車奥野と号に連結されて1973年9月末の列車止島運用についた。スロ53に続いて特急用として製造されたリクライニングシート付き特別二等車、ドクロ、後の一等車グリーン車で1952年から1955年にかけて47両が製造された。スロ54型の冷房化にあたり、 先行施策として床下冷房装置を取り付け、重量増加となりす、9から真9となった一等車で、九百六十四年に小倉工場で二両が改造された番号は、スロー十四型時代の番号を等、改造では二十軽客車と同じ a u 二十一 C ユニットクーラーとディーゼル発電機を床下に取り付け、ナロ二十型と同様に、座席部分の床下を百ミリメートルかさ上げして、 冷風ダクトを設けた。1965年に台車をスロ43型の TR に 3D と交換して軽量化し、スロ54型に再編入されたため、わずか1年で形式消滅となった。スロ51型を、緩急車化改造した一等緩急車、後のグリーン緩急車で、1966年と1967年に、大船、高砂、 小らの各国鉄工場で8両改造された。改造では、専務車掌室に車掌弁を取り付け、出入台に手ブレーキを取り付けた程度である、6両は、環球車化改造と同時に、電気暖房化も行われた。改造後の番号は、スロ51系時代の番号を踏襲したため非番となっている。1970年に3両がオハフ41型に改造され、 1970年と1971年に2両が、オハ 41K500 番台に改造。さらに1972年に1両が保健者の巣屋52型に改造された。残る2両はそのまま廃車となり、形式消滅した。スロ51に、環球設備を取り付けさらに北海道向け改造を、行った伊藤環車、後のグリーン環球車で、 1966年に五両各工場で二両が改造された。改造では車掌弁と手ブレーキを取り付け、北海道向けに客窓の二重窓化等の体感改造を施行しており、台車のベルト式発電機は歯車駆動方式の車軸発電機へ変更している。改造後の番号はスロ51系時代の番号と一致しない。 1971年に一両が保険者の巣屋52型に改造され、残りの一両も同年廃車となり形式消滅した。国鉄マロネ40系客車マイネ41系、マロネ41系参照。1951年に十両が製造された二等寝台車。前年に改造で登場したマロネ39型と同様、4人用の コンパートメント形式の寝室を発出設け、寝台は枕木方向に 600mm 幅の二段式寝台を設けた。後のおネ14型700番台に近い車内寝台配列であった。寝台幅が在来のマロネ29型より狭く区分室のため、見知らぬ客同士が同室になることへの抵抗感も手伝って、必ずしも評判は良くなかった。 マロネ29型が、中流軍輸送から変換され、より接客設備の良いオロネ10型が登場すると、定期急行列車運用から外され、臨時急行や準急列車に使われたり、団体臨時列車に使われた。冷房改造や二等寝台、二等級製時代の絵の格下げ改造はされず、1970年までに、余剰廃車、または、マニ36系。 マニ37型に改造されて、姿を消した。なお、1950年に GHQ からの命令で、新中軍兵員輸送用を信頼者として、マロニ31系、スハネ40系を製造する計画もあったが、これは実現しなかった。C62 ニセコ号での運用のため、スハフ44両種車として改造された。内部は、 従来のシートから小テーブル付きのクロスシートに変更された上、カウンターが設置されている。C62 ニセコ号の運用終了に伴いたの、スハフ44と共に廃車となったが、JR 北海道の SL スズラン号運行のため、内部工場に運び込まれ再改造、再整備が行われ新たに、ダルマストーブが追加された。落成後はすぐ SL ラン号で運用されていたが、 運行終了に伴い現在は SL 冬の出現号の編成に使用されている。1951年に産両が製造された取扱便用郵便車。荷重は7トン、台車は電車用を改造した TR35U を使用。1956年に締め切り体質の拡大化改造、荷重8トン化を行い、水油4 0系、0番台に解消された。 1972年までに全車が除籍された。1952年に2両が製造された取扱便用郵便車。荷重は7トン、台車は TR23A を使用。車内はお湯40型と同じで、新生児より室内灯に蛍光灯が採用されているため、通風機の配置がお湯40型と異なる。1965年に前くらい。 側荷物扉を両開き式に改造した。1972年までに全社が除籍された。1953年から12両が製造された取扱い便用郵便車。荷重は7トン。製造年次により、携帯の差異があり、1953年3月製造の、水四十二一水四十二六は、区分室最高窓が枠付けの内形式で、台車は、 tr23 型を使用。同年11月製造の s u 4 2 1 1 s u 4 2 1 3は、同仕様の車体であるが、台車を防振ゴム付けの tr40 バイトに変更。1954年以降製造の s u 4 2 1 4 s u 4 2 1 6は、区分室の窓をすべてエッジゴム定式に変更し、作業環境改善のため床下に修人機を設置。 腰板部タブには通気口が設けられた。台車は変わらず TR40 バイト。本形式の室内配置は後に製造された。お湯10型などの10系郵便車にも踏襲された。冷房は設置されず、1979年度までに全車が除籍された。1956年に6両が製造された、国鉄郵便車発の個装便用郵便車。乗務員室が中央にあり、 その前後に、締め切り優待室、後くらいに、車掌室がある。区分室はなく、その分荷重は13トンに増加。東京駅文字駅間の鉄道郵便路線、東門線の輸送改善のために投入された。台車は全車とも、防振ゴム付けの TR23D。一両は、火災のため1972年に廃車され。 残存車も水15型などに置き換えられる形で1977年度までに全車が除籍された。200.220番台のいずれも両端に出入台を設け、前くらいには自転車置き場、後くらいには便所、貴重品室、車掌室が配置されていた。後くらいにある主車の荷物室側の車掌室を再利用していたため、車掌室はいずれも狭くなっていた。 荷重は14トン。他に0.50番台が存在したが0番台は、スハ32系、50番台は、オハ35系に属する。他に0番台が存在したがスハ32系とオハ35系に属する。パレットと一般荷物の輸送用として、余剰座席車を改造した荷物車。新聞用 A 型ボックスパレットを積載するため、 床は後半張りに改装され、パレット固定用のロープ掛けが装備されていた。荷重は14トン。30.60100番台の各番台ともに、台車は TR40 バイトから TR23 に振り替えられている。荷物車化の際、前くらいに新たに出入台が設けられた。他に0.150番台が存在したが0、番台は60系。 150番台はスハ32系に属する。保険者の増備のため、スヤ521はスロフ52系、スヤ522スヤ524はスロ52系、スヤ525はスロフ51系、スヤ526はスロ51型からそれぞれ改造された。外観は一部窓が埋められているが、ほぼ原型を保っていた。 すや52にす五52号は単独で使用されるため両、デッキ式に改造され、それぞれに入り口、出口の表示があった。五十52 3、3す五52、6は、機器搬入必要の増設扉が特徴である。床下には、独立した、運気暖房装置を備え、駅構内に長時間留置中でも、自社で暖房が可能である。五十52、1す五52、6は2両一組で、使用された。 1986年までに全車が除籍された。1951年に特急列車のサービス改善を目的として、戦前のスハ33型に相当する専用三等客車が設計された。基本構造はスハ43型に準ずるが、デッキは特別二等車並みに片側のみとされ、車内は 二列配置の一方向き固定クロスシートがシートピッチ 835mm で通路の左右に配置されるなどまだ繊細復旧車の70系や窮屈な60系高対価客車が当たり前に使われていた当時の一般向け3等客車とは比較にならない普通に当社波路と呼ばれた波の高水準なアコモデーションを得ていたこのグループとしては機関形式である スハ44系、スハ441、スハ4434。関係者として、車掌室や手ブレーキ装置を持つスハフ43系、スハフ431、スハフ433。それに、関係者としての機能に加えて、荷物室を持つスハ235系、スハ2351、スハ23512の3形式49両が製造されている。新造後は、 当初の計画通り、東海道本線特急、つばめ、鳩や東北本線特急、ハツカりなどの特急列車を中心に使用されたが、中高特急はスピードアップのために電車かあるいは機動車かれ、夜行特急は20系車両を使用した、寝台車主体の寝台特急、いわゆる、ブルートレインに移行したため、冷房化されることもなく一般軽車両に格下げ運用された。なお、 この格下下に際して回転クロスシートに回収しているが、シートピッチの関係で、向かい合わせ仕様は不可能であった。また、スハ235型は後に近代化改造工事で、回転シートになった3両を置き、特急時代の一方向固定式のままであった。1960から1961年にかけて、スハ44型14両、 スハ449スハ4422が関急車へ改造され、スハフ43型10番台、スハフ4311スハフ4324となった。また、1962年には、スハ235系2両、スハ235にスハ235さんが押し16系改造の際、改造主車の TR23 と TR47 の振り替え対象となり、 背すぎを木製で垂直のものに交換して、おはに40系、同一番号となったが、これらを含めて、すはに35型は前車、前九1965年以降に持ち車であるマに35系、マに36型や教習車親33型に改造され、1970年までに消滅している。特急列車の相次ぐ、電車、機動車化で余剰となった、 スハ44系について、観光団体専用列車や、休行列車などへの転用が実施されることになった際、一つの問題が生じた。それは、本系列の座席が、終端駅での編成全体の方向転換を、前提とする一方向固定式、クロスシートであり、そのような運用が困難な団体列車や、休行列車での使用に適さなかったことであった。そこで、団体、 急行列車に転用される車両について、各社の回転式、クロスシートへの交換工事が実施されることとなったが、これに合わせ、重軽客車などと比較して陳腐化が目立ち始めていた、内装の近代化改修も合わせて実施することとなった。このスハ44系の近代化工事は、時期により窓枠の構造が変更されたため、2種に大別される。 これらの近代化改造工事を施行されたグループは、当初は観光団体列車におはね17型などとともに運用されていたが、1964年の東海道新幹線開業後は、幹線系統の急行列車の普通指定席車に充当されるようになり、瀬戸、病場、銀河、日南、つくし、三辺などの東海道、山陽線や高級校を主体に使用された。 その後は1970年代以降格上げによる特急列車への種別変更と1975年の山陽新幹線博多開業で急行列車が激減しまた車両そのものの老朽化も進行したことから最後まで本系列を使用していた急行銀河へ20景客車への置き換えが決定され1976年をモッテス派44型の全車廃車と本系列の 急行運用消滅となった。もっとも、老朽化していたとはいえ60系よりは、格段に良好なコンディションであったこともあり、車掌台付きのスハフ43型についてはその、大半が当時大量の60系客車を抱えていた、四国総局へ転属手配が取られ、体質改善工事などの大掛かりな、更新修繕工事を実施の上で、国鉄分割民営化直前まで使用され続けた。 その後、1986年に日本ナショナルトラストの活動により、スハフ43にスハフ433の2両が同団体に払い下げられ、現在も大井川鉄道で同体保存されている。帰制本線への乗り入れ列車を運行していた南海電気鉄道が、その専用客車としてスハ43型をベースとしたサハ4801系客車を保有していた。 後に登場した重軽軽量客車グループは、車体構造などの問題から劣化が進行し早期に大量廃車となったが、本系統車両群は頑丈かつ丁寧な作りから、21世紀の現在でも本線上で運行される車両が、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。